はい、どうも皆様こんにちは、まいぞです。はい、今回はですね、リクエストにあったんですけど、村人製造機の作り方というものを教えたいと思います。ではまず、手持ちはまあこんな感じで、扉をいっぱいとガラスを50個、まあそんなもんでしょう。では早速作っていきます。まずですね、だいたい 25×25、 つまり 5×5 すいません、なんかわけわかんないこと言って、まあこれぐらいのスペースを掘っていくんですよ。この村人の癒し方じゃねえや、製造機は意外と簡単で、自分も知ってからすぐ作れましたね。まあだいたい 5×5 を掘ったら、このように、村人さんが落ちないようにフェンスを置きます。ここで落ちるとちょっと危ないですね。危ない、単純に言えば危ないです。まあ、このようにパッパッパッ、でここからだいたい下に10マス掘り下げます。まあ、今1マスなので、ここで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、これで10マスです。あとはまあ階段状に登ってって、1、2、3、4、5かな、これで。はい、5ですね、多分。まあ作るのはエンチャントの台を作ってから作るのがおすすめですね。掘るのがめっちゃ早いんで、本当にこれワンクリックなんだよね。で、あとは下に10マスをとりあえず掘ります。本当にパッパッパッと作れるので、本当におすすめできます。増えますよ、村人が。びっくりしました、本当に。掘ります、掘ります、ひたすら掘ります。正直言えば掘るだけですね。何がめんどくさいかっていうと、この掘る作業です。よいしょ、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 よいしょ。で、ここが10回地点なんで、ここからこんな感じで掘っていきます。あれ、まあ、間違えました、すいません。まあ、間違えた場合は、このように簡単にね、埋めるだけなんで。重要なポイントっていうのは、まあ、だいたい10マスですね、下に。まあ、8マスでもいいんじゃないかなって思います。あとは、このエンチャントの、エンチャントしてあるピッケルや、シャベルを用意するのがおすすめですね。はい、だいたいこれで、10マスのはず。で、このように、あとは、こうやって扉を置いていきます。まあ大体、まあ何個置きゃいいんだろうな、20個ぐらいかな、大体です。まあ、下満タンに埋まるぐらいでいいと思いますよ。正直そのぐらい楽で、楽な気持ちでやっちゃっていいと思います。はい、でこうやって置いていって、よいしょ。まあ、これどうやって置いたらいいのかはまだ分かんないんですけど、適当に敷き詰めればいいと思います。まあ、置けるだけ置いた方がいいですね。多分この村人製造機はガラスを使うので、まあ太陽の光を浴びれるっていうのがまず一つの村人が増える条件なんですね、確か。まあ、それがか、まあ OK、まず一つ目が OK で、2つ目、扉が最低限にいっぱいなくてはいけない。まあそれも OK ですね、このようにいっぱいあるんで。で、あとは何だろう、高低差、地面とその高さっていうか、なんつうんだろう、まあ高低差って言ったら分かると思います。その高低差がないといけないんですけど、まあ10マスもあるんで多分大丈夫でしょうということで、まあできるんじゃないかなって思います、自分は。村人が、感じで3、4、5、だいたいこんなもんでしょう。で、あとはこうやって足場を作って、ここの一番下のあたり、まあもう多分
どこも扉置けないんで。置けないよね。はい、多分置けないんで、もう OK です。で、あとやることは、このように、ガラスのブロックを置いていきます。ここで注意する点は、土ブロックとかはやめた方がいいと思いますね。はい。あとはまあガラスの階段を作って上に登っていくって感じですかね。あーちょっと待ってね。確かここで断層を作るんですね。1段このようにここの階段とつなげちゃいけないんですよ。はい、これで OK です。で、村人もやっぱ上に上がってくるんで、まあこんな感じにスペースをあえて取っておきます。はい、まあ一応ガラスは多めの方がいいと思います。はい、これで、完成です。あ、まだでした、すいません。あとは、このように1段を壊しておいて、まあ、これでいいかな。これはあくまで多分個人的なんですけど、この、ごく普通の村人さんを連れていくのがポイントだと思います。まあ、こうやって押していって、もう無理やりです、無理やり押していっちゃってポンと押します。そして1人をまず突き落とします。はい、でもここ塞いじゃいます。で、あとは上に3人ほど、まあ、なるべく同じ人がいいですね。で、多分ですけど、これあんま自分も初心者で分かんないんですけど、扉がいっぱいあるところが村の中心になると思うんですね。なので、なるべく、まあ、このようにある遠くの扉とかは壊しちゃった方がいいと思います。まあ、多分ですよ。なるべく言えば近いところに、ほら、もうすいません、まあ、こんな感じで生まれないかな、生まれない、まあ、まだ生まれませんけど、まあ、詰めていくんですよ。3人ぐらいで大丈夫だった気がします。多すぎてもダメなんじゃないかな、わかんないんですけど、まあ、脱走する場合があるんで、もう扉があること時点でもすごい高低差が出ちゃってるんで、まあ、なるべく CPA はここの中に入れちゃった方がいいんですけど、いいんですよ。 OK、 まず1人、ここも開けて1人落として、ちょうど村人が固まってますね。2人入れて3人目を入れるっていう感じなんですけど、意外とこの作業が大変でね。よし、 OK です。多分これで OK ですね。はい、これで、村人 の装置が完成でございます。このようにね、ハートが出ていって、なかなか生まれませんね。まあ生まれないので、すいません、よいしょ、生まれないので、数時間放置したらどうなるかという結果を見せます。で、これを全く作った同じワールドがあって、これを数時間、まあ2時間ぐらい放置すると、ちょっと1回データ移動しますね。ですね、確かこれだったと思います。こんぐらい増えます。これ本気ですよ、まだ何もいじってないです。本当にこんぐらい増えます。本当にこれはすごいと思うんで、ぜひ参考にしてください。ほら、本当にもうどこ見ても村人だし、村人が増えると何がいいことがあるかっていうのは、まあ交換ができるっていうのが一つのいいことですね。ほら、これでダイヤモンドの、レギンスとかいっぱい作れるのでおすすめです。あと、ゴーレムとかが来るときがあるので、どこだ、あ、これゴーレムなんで、はい、村人さんが危ないとき助けてくれるんで、はい、
っぱい作ってもらえるとありがたいですね。はい。まあ基本的なんですけど、ここね、村人さんがフルマックスになったらもうガチ村人で何も見えねえってなったら、ここを解放してあげましょう。そうすると何人か出てって、また普通のこの村人3人を閉じ込めて、それを繰り返します。それだけです、正直。はい、本当にもう常にハートマークが出てる状態なんで、はい、とても作ったりすると面白いんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、てなわけで、ご視聴ありがとうございました。作り方がちょっと下手ですから、下手でちょっと分かんないなっていう点があったらコメントとお願いします。てなわけで、ご視聴ありがとうございました。